ヒューガ、型と出雲、型の導入により、海上自衛隊の航空母艦は、実質的に4隻体制となりました。日本が、2種類の空母を合わせて4隻保有するという現状は、その意義と影響について考察する価値があると言えるでしょう。また、空母への F-35 戦闘機の搭載に関する議論は、今後どのように進展するのでしょうか。護衛艦加賀での F-35B 認証プログラムがアメリカで開始され、その四角い艦首が本当に印象的です。これからの展開に注目していきたいと思います。まず、日本の空母が4隻になる意味について考えてみましょう。2015年10月に行われた海上自衛隊の艦艦式の最大の目玉となったのが、新鋭護衛艦出雲のお披露目でした。この式は、3年に一度行われる海自最大のイベントです。出雲は、2015年3月に就役した全通飛行艦板を持つ航空母艦で、その前に誕生したヒューガ、型のヒューガ、伊勢に続く3艦目となりました。余談ですが、このシリーズの艦名は、旧国名にちなむものですね。しかも、出雲はヒューガ型と比べると、一回りも大きく、自衛隊最大の艦艇となったのです。また、同8月には出雲型2番艦加賀も進水式を終え、偽装作業も完了し、11月には試験航海も行われました。2番艦加賀が就役したことで、海自はヒューガ型と出雲型を、それぞれ2隻、合計4隻の航空母艦を保有することになったのです。艦艇は、長期間ドッグ入りする整備期間や、乗員の訓練期間及び実戦投入が可能な期間が必要です。それぞれの期間が3分の1ずつなので、4隻体制となって、常時1もしくは2隻の航空母艦が、有事の即応体制を取れるようになったそうです。しかし、実はヒューガ、型と出雲、型に求められる役割や能力が若干異なっています。これらは、護衛艦だから航空母艦ではないと思っている人もいるかもしれませんが、それは誤解です。そもそも、海自の護衛艦は、水上を航行する戦闘能力を有する艦艇に与えられる艦種で、世界的には、軍艦もしくは戦闘艦に該当する名称ということです。例えば、金剛型や愛宕型は区分は護衛艦ですが、世間一般的にはイージス艦と呼ばれています。それと同様、ヒューガ、型や出雲、型も護衛艦ではなく、実際には航空母艦と呼ばれているのです。一般的には知られていませんよね。航空母艦ヒューガ、型のヒューガと伊勢に関しては、満載排水量1万9000トン。全長197メートルで出雲が就役するまでは海自最大の艦艇でした。主な艦載機は SH-60J K シーホーク哨戒ヘリコプターで、3機を同時に発着艦させる広さの甲板があり、エレベーターで結ばれた格納庫内には、マックス10機収容可能なスペースがあります。ヒューガ、型の主要任務は、味方艦隊への敵潜水艦の接近を阻止する追戦作戦ですから、単魚雷発射艦及びアスロック対戦ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置 VLS を装備しています。航空母艦としてはかなりな重兵装を積んでいることが特徴と言えましょう。一方、出雲型の出雲と加賀は満載排水量2万7000トン、全長248メートルで、前述の通りヒューガ型より一回り大きく、同時にシーホーク5機を発着艦可能であるだけでなく、格納庫内には15機も収容できるのです。しかし、任務が違うので、ヒューガ型のような単魚雷発射艦や VLS は装備していません。最低限の自衛用兵装しか搭載していないので、潜水艦への攻撃は、シーホークや両艦に任せることになります。垂直離着陸型である F-35B 戦闘機の艦載を語る前に、最低限の兵装しか持たない出雲型は対戦能力重視型のヒューガ型と比べるとより多様な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能を重視したと思われます。具体的にはヒューガ型と出雲型は手術室と集中治療室が備えられていますが、病床はヒューガ型8床に対し出雲型は35床ですから、
当初防衛における上陸作戦時のヘリコプター拠点として考えると、出雲、型が優先されることになるでしょう。また、出雲、型の飛行甲板が一回りも広いので、陸自が使用する大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開する際も便利に活用できると考えられます。と言っても、あくまでも、どちらが能力が高いかという話をしているだけでのことです。ヒューが、型が、上陸作戦の拠点となることも十分に考えられるので、出雲、型も、対潜作戦のコアとしての役割を担うことは可能です。また、ヒューが、型と出雲、型両艦のいずれも、シーホーク以外の大型の輸送、掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載できるのです。それだけではありません。必要に応じて、陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューイなどの小型ヘリや、大型の CH-47J、JH ヌーク、V-22 オスプレイの運用も可能とされています。おお、積み型は一見すると空母のようですが、れっきとした輸送艦で、上陸作戦に特化した艦艇です。ヘリコプターの発着艦はできますが、格納庫はなく、固定の艦載機もなく、一般的に航空母艦と呼べるような能力は備えていません。日本を取り巻く西南諸島海域の安全保障における最大の課題が浮上したため、解決するために立ち上げた日本版海兵隊水陸機動団の発足と同時に、懸念されたのが海上輸送力の確保でした。一朝有事の際、多くの人員や装備を運ぶためには、空輸だけではなく、海上輸送も行わなければなりません。そこへ必ず投入されるのが海自の輸送艦大隅型というわけです。大隅型登場以前の海自は、2000トン級の低速輸送艦しか持っていなかったので、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を常に切望していたそうです。日本政府も、1992年、平成4年に始まった、数ある PKO 派遣に鑑みて、外洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感したようです。その結果、大隅型3隻の建造は認可されました。従来の海自輸送艦は、海岸に乗り上げるホバークラフト型でしたが、大隅型は沖合に展開しつつ、L 客集艇や輸送ヘリを使った揚陸作戦もできます。大隅型は、約330名の隊員を乗せることが可能で、長期航行に備えた居住スペースも確保されているそうです。一方、装備面の輸送力として73式大型トラックなら、最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を搭載可能で、大隅型が3隻あれば、1個連隊規模の輸送ができる計算になるそうですよ。また、海自艦艇初の全通式甲板を採用したため、CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリの離発着が可能になり、最近の改修工事のおかげで V-22 オスプレイにも対応できるようになりました。ただし、前述のように、航空機用の格納庫と整備機能が少なく、一定の航空運用能力しかない大隅型でさえ、収益時に空母や強襲揚陸艦ではないのかという指摘が多かったそうです。大隅型は格納庫がなく、車両用エレベーターしかないので、空母に離れません。仮に無理をして、スキージャンプ台を設置したとしても、速力22ノットと全長 178m のサイズでは、固定翼機の運用は不可能なのです。格納庫を持っていないということは、非常に重要なポイントだそうです。これを理由として、大隅型は、強襲揚陸艦でも空母でもなく、ドック型輸送揚陸艦に分類されているのですからね。やはり、空母や強襲揚陸艦などの表現は、どうしても、国家の威信、財力の象徴と見さされることが多いのです。そうした風潮は、すでに現れていて、ヒューが、型や出雲、型に艦載される予定の F-35B ライトニングに垂直離着陸戦闘機の議論が継続中ということです。それにしても、庶民としては、どうしても、予算が気になりますね。光熱水費を、代表として、ここ数年は、値上がり傾向が続いています。命を守るために、防衛予算を増やすのは一理ですが、
守るべき国民の数は年々減少していることを政府関係者は重要視していないんでしょうか。立派な最新鋭の兵器を購入して有事に備えていても、国民がいなければ無意味ですよね。日本の海上自衛隊は、日向、潟と出雲、型の航空母艦4隻によって、多様な海上作戦能力を持っています。日向、潟は、対潜作戦を主に担い、単魚雷発射艦やアスロック対戦ミサイルなど重兵装を装備しています。一方、出雲、型は、より大きな船体で、5機のシーホークを同時に発着艦可能で、航空母艦化改修が進行中です。出雲、型は、現在 F-35B 戦闘機の艦載を目指しており、将来的には、より多様な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能を強化する計画です。これにより、日本の海上自衛隊は、高い即応態勢を維持し、広範囲な作戦実行能力を確保することができます。今、航空業界で大きな動きが起きています。2024年7月、ファーンボロー航空ショーで披露された、日本、イギリス、イタリアの3国共同で、進行中の GCAP の最新有人戦闘機の実物大モックアップを見ていきましょう。なんとで、デルタウィングへの変更や、その他の注目すべき新機能について、詳しく解説します。次期 XF9 の行方も知りたいですが、なかなか情報が出てこない。F-35 戦闘機のエンジンでもかなり困っている状況です。どう考えても中国には開発できん。日本とイギリスとイタリアの3カ国が推進している GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおいて、その中核を担う存在とも言うべき有人戦闘機について、この2024年7月に新たな動きが確認された。それは、この月にイギリス本土の南部にあたるハンプシャー州のファーンボロー空港ので開催されたファーンボロー航空ショーで GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップが披露されたことによる。今回のファーンボロー航空ショーは2024年7月22日から26日にかけて延べ5日間開催されたが、その中の展示物の一つとして、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップが登場したのだ。ここで披露された GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップは、イギリス側で同プロジェクトの主管を担う BAE システムズ社が展示したもので、従来までとは異なる仕様となっていた。それは今回の GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップでは、その主翼はこれまでのラムダウィング形式からデルタウィング形式へと変更されていた点である。一般的にラムダウィング形式に依比してデルタウィング形式は機体の飛行時の高速度の発揮がしやすく、主翼の面積が広いことから、その内部に搭載される燃料タンクの容量も比例して大きくなると考えられている。したがって、披露された GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップからは、単純に燃料タンクの容量が増した分だけ航続距離も伸び、作戦行動範囲が大きくなったことが伺えた。加えて、今回のファーンボロー航空ショーにおいて、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップの詳細な諸言等は目示さなかったものの、機体そのものもかなり大型であったことは見て取れた。
世界初の実用化されたいわゆる第5世代戦闘機の祖であるアメリカは、ロッキード・マーチン社の F-2 にラプターはもちろん、それに続く機体として、日本の航空自衛隊も導入を進めている同社の F-35 ライトニングにも、その最大のセールスポイントは、優れた機体そのものステルス性にある。故に、これらのいわゆる第5世代戦闘機においても、そのステルス性能を最大限に発揮させるためには、搭載する兵装を、機体内部のウェポンウェイに収容する必要があり、その収容力が、機体の戦闘能力を左右すると言っても過言ではないだろう。今回のファンボロー航空ショーにおける GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップは、少なくとも、現在航空自衛隊が装備している F2 や F35 ライトニングによりも、大柄な機体であることは間違いない。したがって、それらの機体よりも、当然、数量、重量ともに、多くの兵装を搭載することが想定されていると考えられ、ことに航空自衛隊にとっては、同機が代替することが求められている。現行の F2 が、搭載可能な4発の空対艦誘導弾を超える数の同兵器の運用が見込まれていると思われる。その意味において、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機は、純粋な敵機との快適を想定した機体というより、いわば、現行の F-15 イーグルの最新型等が担い得る戦闘爆撃機という区分に近いと言えるのかもしれない。そこから想起するに、今後の航空自衛隊の戦闘機の役割分担としては、最も旧式な F-15 イーグルのアップデート版が哨戒任務を、F-35 ライトニング2が星空戦闘を、そして、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機が対艦、対地攻撃を担うことが有力視される。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機は、現行の F-35 ライトニング2に比べれば、機体がかなり大型化している点からも、星空戦闘任務という部分については、後者に一任するコンセプトではないかと思われる。そもそも、今後の主力戦闘機たる F-35 ライトニング2については、高度な機体のステルス性能と強力なレーダーセンサ類、そして、他の同盟国をも含む友軍とのデータリンク機能を駆使し、敵からの捕捉を避けつつ、先制攻撃によって航空優勢を確保することが基礎されている。これに加えて、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機においては、多数の無人航空機を管制する機能を有し、航空優勢を確保するための司令塔的な役割を担うことに主眼が置かれているようにも感じられる。ただし興味深いのは、いわゆる第5世代戦闘機と見さされている、日本を含む西側諸国で、事実上のディファクトスタンダードと揉めされる F-35 ライトニングには、敵の航空機に対する正攻法での空中戦での実戦経験はほとんどないという点であろう。最近、紛争の拡大が世界的に懸念されている中東方面において、イスラエル空軍は F-35 ライトニング2の自国仕様である I 型を実戦投入したとも言われているが、敵機に対する星空任務ではなく、対地攻撃用途に使用されているという側面が強い。こうした F-35 ライトニング2のイスラエル空軍における活用事例を鑑みても、今の紛争や戦闘で、いわゆる第5世代戦闘機同士が空中戦闘を行うような展開はあまり想定されておらず、その傾向は強まりこそすれ、減少する可能性は少ないように見える。また、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の開発をめぐっては、イギリスの2024年7月の総選挙の結果で政権を奪取した労働党のスターマー新政権は、その計画の見直しを示唆するなど、政治的な変化も見受けられる。イギリスで新たに誕生した労働党のスターマー新政権は、2035年に実戦配備を目指すとされてきた GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機について、より、目先の軍事力の強化を優先するかもしれないとの報道もなされている。これは、ひとえに、2022年2月に正規し、この2024年8月も、ウクライナ側の劣勢が伝えられているロシア・ウクライナ戦争を鑑みて、イギリスは旧ソ連の崩壊以後、これまでは、緩めてきていたロシアに対する警戒を再び強化する方策を模索しているゆえとも考えられているためだろう。その意味では、
イギリスは、既存の主力戦闘機である、ユーロファイタータイフーンの最新型の数を確保する方が、目先の脅威に対抗する上では、有効でな投資なのではないか、という議論にも一理あり、今度の動向にも注目が注がれている。何やら逆説的な話ではあるが、イギリスにとってロシア・ウクライナ戦争が長期化していなければ、有人戦闘機の開発についても将来を見通した上での投資という選択に重きが置かれていたものが、2035年の実戦配備では遅いとの意見も、一定の評価を獲得しているとも言えよう。ただし、イギリスと日本との安全保障環境において大きく異なるのは、前者はいかにロシアとの再びの対峙が喫緊の課題となっていることに比べ、日本のそれは著しく海軍力の増強を推し進める中国の存在である点が大きいだろう。すでに単純な艦艇数において中国海軍はアメリカ海軍の切れを凌駕した上、さらに驚異的な速度でその数を増加させており、日本においてはそれらに対抗するには長距離攻撃が可能な対艦兵器の整備を行う必要に迫られている。そうした兵器を現在の日本の岸田政権は、敵の防空網の外側から攻撃することが可能なスタンドオフミサイルの配備で行う方針を打ち出しており、 GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の兵装もその一つに位置づけられるものだろう。 GCAP プログラムの一環として開発されている新型有人戦闘機の実物大モックアップがファーンボロー航空ショーで初公開されたことを詳しく紹介しました。デルタウィング形式への変更により機体性能の向上と戦略的な可能性が広がるこの新しい戦闘機について、その技術的詳細や戦闘能力、そして今後の展望について深く掘り下げてみました。これが現代の航空戦の未来をどのように変えていくのか、非常に注目すべき点です。次回も最新の防衛技術や軍事動向に関する情報をお届けするので、チャンネル登録といいねを忘れずに。お楽しみに。日本は広大な領海や排他的経済水域に囲まれているため、潜水艦の担う役割は大きくなっている。そんな中、海上自衛隊に新たな潜水艦建造計画が進行中との情報をキャッチしました。今回は VLS 搭載でトマホーク搭載時期潜水艦建造を詳しく見ていきますね。さらに海上自衛隊の潜水艦には533ミリ魚雷発射艦から運用可能なスタンドオフミサイルも開発中、本気で全潜水艦に搭載可能なわけで、もはや中国の潜水艦はヒヤヒヤですね。VLS 搭載時期潜水艦は5000トン級になってくるのか、すごい技術力だよね。国土の周囲を広い領海や排他的経済水域に囲まれた地理的な環境下にある日本にとって、その防衛の役割は海上自衛隊が主軸として担うことが想定され、今も昔も変わらない海軍国というのが偽らざる実情だろう。そんな海上自衛隊にあって、2024年現在はその主戦力は護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機がおよそ190機という体制の構築が進められており、これは2019年度からの最後の防衛計画の大綱で定められたものである。海上自衛隊では基本的に全ての水上戦闘艦を
その規模や用途を問わず護衛艦と呼称しているが、装備として内訳から見ると、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH、イージス艦 DDG、汎用護衛艦 DD、多機能護衛艦 FFM などに分けられる。具体的には、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH は、現在、航空母艦化改修の渦中にある出雲型、イージス艦 DDG は、最新鋭ガマヤ型、多機能護衛艦 FFM は、最新鋭のモガミ型等があり、さらに、今後は、これを大型化した艦艇の建造が予定されている。哨戒艦12隻は、現時点では未収益の艦艇だが、現行の護衛艦よりも小型で軽武装であり、昨今増加傾向が続く尖閣諸島をはじめとする、南西諸島方面の対中国警戒網を強化するものとして、活用されることが見込まれている。そして、こうした艦艇の中でも、ひときわ、海上自衛隊が重きを置いていると考えられるのが、潜水艦22隻の体制であり、2024年8月現在は、親潮型8隻、双流型12隻、太平洋型2隻を実戦配備とすることで、これを実現している。その中でも、最新型である太平洋型は、今年2024年3月に、3番艦のジンゲイが就役を果たし、すでに、4番艦のライゲイも、2023年秋には進水を行っており、来年3月には実戦配備される予定である。この太平洋型は、基準排水量がおよそ3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルの艦隊を備え、機関構成は、ディーゼル機関2機、リチウムイオン電池、発電機を組み合わせたディーゼルエレクトリック方式となっている。この構成は、毎級である、そう、流型の11番艦、12番艦を踏襲したもので、太平型では、設計の段階からリチウムイオン蓄電池を搭載することを想定していたため、従来艦よりも、艦内のスペースを含め、様々な効率化が進んだものと召されている。太平型は、通常動力型の攻撃型潜水艦に分類される存在であるが、このクラスでは、世界でも最大規模を誇り、その主兵装は、艦の全部に配置された6門の 533mm 魚雷発射であり、そこから、複数の兵装を運用する形である。このところの日本では、こうした最新鋭の太平型に限らず、毎年一隻を交互に、三菱重工業者の神戸造船所と、川崎重工業者の神戸工場が新規に建造するサイクルが確立されており、これにより、切れ目のない建造技術の蓄積が行われている。ただし、これまで、大まかには、潜水艦自体の設計は三菱重工業者が担い、川崎重工業者は、潜水艦に搭載する機関の主機たるディーゼル機関の開発と製造を担うという形式が定着していると言ってよいだろう。しかし、川崎重工業者は、昨年2023年末に、同社の方向性を示すグループビジョン2030の進捗報告を公表し、その中においては、海上自衛隊の新型潜水艦を目指していると、おぼしき艦艇の姿をイメージ図として掲載した。このイメージ図のコンセプト案とされた新型潜水艦は、従来型の、そう、流型や太平型とは一見してわかる、デザイン面での変更があり、概略としては、セイル部分が、それらよりも、船体の後方へと置かれている点が見て取れる。ここで、川崎重工業者が示した新型潜水艦は、こうした外観上の特徴の変化のみに止まらず、今後の海上自衛隊の潜水艦に求められるであろう、大きく、3つの機能面での進化を盛り込んだ内容となっていた。その川崎重工業者の新型潜水艦の3つの機能面での進化とは、まず、一つ目としてスタンドオフミサイルを搭載し運用を行うことが謳われており、敵の防衛網の射程距離外からの攻撃手段に潜水艦を加えることを目指している。二つ目としては、従来の潜水艦よりもさらに高度化した船体のステルス性能を実現することと、逆に敵を捜索、探知するソーナー等の能力の向上が謳われており、敵の潜水艦に対処する能力をさらに高めることを目的としているように映る。三つ目は、潜水艦内における二酸化炭素の分離と回収についての新技術を導入することが謳われており、機関構成の中で、ディーゼル機関を重きとする通常動力型潜水艦の大きな弱点である、
二酸化炭素の発生への対処を狙ったと思われる。これらの川崎重工業者がコンセプト案として示した新型潜水艦の3つの機能は、2つ目のステルス性と探知能力の向上、3つ目の二酸化炭素の分離と回収の新技術については、様々な関連企業の技術の集約が必要となるだろう。したがって、川崎重工業者自体が全てを解決して新型潜水艦を作り上げるというよりは、従来からの防衛関連企業や、今は、その分野に参入してはいない企業も含めて、同社が、それを潜水艦に活用するようにマネジメントする技量も求められるのではないだろうか。逆に、一つ目のスタンドオフミサイルの搭載と運用は、対象となるものが現時点でも明確であるが、既存の大芸型等と同様に、艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦で、運用可能なものとなると、これから新たに製造する必要がある。日本は、スタンドオフミサイルの配備を拡充し、防衛力の強化を打ち出しており、その中には、国産の1人式地対艦誘導弾の能力向上型が、配備されるまでのつなぎの役割として、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達も決まっている。当然、本家のアメリカ海軍では、トマホーク巡航ミサイルを装備した潜水艦を、すでに多数運用しているが、これらは、すべて VLS 垂直発射艦から運用される形式であり、533mm 魚雷発射艦から運用されるものはない。その例は、イギリスの攻撃型原子力潜水艦である、アスチュート級が世界で唯一であり、すでに、アスチュート級用の 533mm 魚雷発射艦から、運用可能なトマホーク巡航ミサイルの生産は終了しており、日本が調達する同ミサイルはこれに対応できない。したがって、日本が調達するトマホーク巡航ミサイルは、マヤ型等の既存のイージス護衛艦や、これから建造されるイージスシステム搭載艦等の水上戦闘艦の並走となることが見込まれており、潜水艦用は別に必要となる。昨年2023年4月に、防衛省は4種類のスタンドオフミサイルの開発事業に関して、三菱重工社と契約を交わしたことを公表しており、既存の 533mm 魚雷発射艦から運用される潜水艦発射型誘導弾がこの中に含まれている。三菱重工業者が開発を手掛けているスタンドオフミサイルといえば、前述した1人式地対艦誘導弾の能力向上型が最も実用化が近いと目されており、すでにその第一段階の本体の画像も公表されている状態である。しかし、この人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、ステルス性能を高めるべく、エッジの効いた形状をしており、533mm 魚雷発射艦から、運用可能な形式とすることは困難とみられ、新たに専用に新設計されると考えられる。防衛省は、すでに、公開済みの令和4年度事前の事業評価の中で潜水艦発射型誘導弾について触れており、そこでは、同弾の用途は、日本への侵攻を試みる敵艦艇及び上陸を基とする部隊に向けて使用すると説明されている。そのため、開発中の潜水艦発射型誘導弾は、敵の水上艦艇に向けた対艦攻撃を主な用途とし、一部の対地攻撃にも対応可能な仕様となるのではないかと目されるが、その射程距離等については、まだほとんど情報が明かされてはいない。日本の地理的特性により、海上自衛隊の役割は非常に重要であり、2024年現在、海上自衛隍の主力として、54隻の護衛艦、22隻の潜水艦、12隻の哨戒艦、および約190機の作戦用航空機が配備されています。これらの艦艇は、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH、イージス艦 DDG、多機能護衛艦 FFM などに分けられ、特に、新型の潜水艦対芸型では、最新技術のディーゼルエレクトリック方式が採用されています。海上自衛隊は、これにより、広大な領海と排他的経済水域を守る重要な任務を担っています。